第 9SS 装甲師団、ホーエン・シュタウフェンは、武装親衛隊の38個ある師団の一つ。名称の由来は神聖ローマ帝国の王朝の一つ、ホーエン・シュタウフェン朝、とりわけ第6回十字軍を率いて、聖地イエルサレムを獲得した、フリードリヒ2世から付けられた。1942年末、ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーはそれまでの東部戦線における、 武装新衛隊の活躍に鑑みて、新衛隊長官ハインリヒヒムラーに対して、新しい SS 師団の創設を承認した。これを受けて1943年1月、2個の総攻的弾兵師団の編成が開始された。当初識別のため SS 総攻的弾兵師団9と付けられた師団は、 ベルリン近郊のリヒターフェルデで SS 補充大隊ルサを機関とし編成された。兵員の70%が徴収された新兵で、その大部分をハンガリーの民族ドイツ人が占め、師団員の60から70%が18歳であった。2月、フランスのマイール艦演習場に移動、15日に初代師団長としてビルヘルム・ビットリヒ少将が任命された。3月、 方園シュタウフェンの名称を、受け SS 装甲的弾兵師団方園シュタウフェンとなった。10月22日に、第 9SS 装甲師団方園シュタウフェンと解消し、同時に第1、第 2SS 的弾兵連隊が、第19、第20となり、他の所属部隊は9の番号で統一された。11月12日、 第 16SS 装甲的弾兵士団 RHSS へ一部の部隊が移籍した。1944年2月、装甲共同士団と交代で、南フランスの地中海沿岸へ配置転換され、3月、実戦配備可能と判断され、第 10SS 装甲士団フルンツベルクと共にダイアイ SS 装甲軍団を、構成、軍団司令は、パウルハウサー上級大将が着任し、 そのまま奥の予備となった。1944年3月、東部戦線では、ソビエト赤軍の大反抗によって、西部ウクライナで南方軍集団が危機的状況に立たされていた。24日、大、I、ISS 装甲軍団は、東部戦線への移動命令を受け、フランスから移動を開始。編成未完の第 9SS 戦車連隊第1大隊は、 マイール艦に残された。カメネツポドリスキーで包囲された第一装甲軍の救出のため、大 IISS 装甲軍団は、第四装甲軍の指揮下に入る。4月2日、レンベルクに、ン戦艦隊が、4日には、全部隊が到着し、さらに南東約 60km の、ロハトイン北の集結地へ前進。春の雨によって発生したは、移動を困難にし、 師団主力が攻撃体制を整えるのは洋画までかかった。一方で5日に第 19SS 連隊第1大隊のみが大、I、ISS 総甲軍団に配属された第367不評師団の指揮下で師団史上最初の実戦を経験する。この時までにカメネツポドリスキーでの包囲戦は終了しており第1総甲軍は大打撃を受けつつも包囲網の 突破に成功していた。ダイエス s s 装甲軍団の目標は、タルノーポリ救援に変更され、大屈イブ装甲軍団の指揮を受けて11日に攻撃を開始、ボスシュカ川東岸に共闘法を築いた。しかし、道路状況は一向に改善せず、下強作業を行う工兵隊が遅れたため、装甲車両が渡れず進撃はたちまち停滞した。14日、 橋がかかり、装甲部隊が追いついたため、第八装甲師団と共に攻撃を再開。ソ連軍の激しい抵抗を排除しつつ十五日、日没までに、ホダチュコフビエルキを占領。深夜に、タルノーポリ守備隊、約千四百名が包囲を脱出した。十六日には、ポチュワピンツ南西に進出、包囲された、守備隊との距離はわずか十一キロメートルまでに縮まるが、 ソ連軍の反撃はさらに激化。包囲も突破はついにならず、自力で包囲を突破してきた、兵士43名を収容できたのみであった。18日からストルイパへ交代を開始、20日、北ウクライナ軍集団予備となる。4月の残りと5月は、再編成と予期された、ソ連の攻勢に備えた。師団は、この最初の作戦行動で、戦士216名。 負傷705名、行方不明90名の存亡を出した。演習を行う第 9SS 装甲師団の幹部たち、1943年にフランスで撮影6月6日、連合軍のノルマンディ上陸作戦成功により、西部戦線にも巨大な危機が生じた。大 ISS 装甲軍団はフランスへの移動命令が出され、23日頃には戦場に、 到着したが、連合軍の制空権下で、本格的な戦闘は25日頃から開始された。最激戦区のカーン周辺に投入され懸命の防衛戦に努めるが、ついに米軍は、独軍戦線の突破に成功、ファレーズ周辺で包囲戦に巻き込まれた。多数の将兵、兵器を失いながらも、第 2SS 装甲師団だスライヒと共に包囲を出したが、 その後もアミアン周辺での激戦など、ドイツ軍撤退の後衛を担当し続けた。連合軍の上陸以来補充なしで戦闘を続けた、同士団の兵員充足率は20%程度にまで落ち込み、パリの解放後連合軍の構成が一段落したこともあって、士団は来た。フランスからベルギーを経由して、アルンヘム周辺まで交代した。ここで、双子師団の 第 10SS 走行師団フルンツベルクへ装備を渡し、兵員はドイツ本国で再編成を行うはずであったが、連合軍はマーケットガーデン作戦を発動、イギリス第1空挺師団からライン側にかかる、鉄橋を防衛することとなる。当時の師団長、ジルベスター・シュタドラー少将は負傷構想されており、代わって指揮を取っていたバルター・ハルツァ中佐は残存部隊から、 臨時編成した戦闘団を率いて第一空挺師団を実質的に壊滅させる一翼を担った。その後は周辺の部隊等を吸収して第6装甲軍に所属し、ラインの守り作戦では第 6SS 装甲軍の機下部隊として第 1SS 装甲師団アドルフ・ヒトラー及び第 12SS 装甲師団ヒトラー・ユーゲントの後方に構築され、 作戦開始5日目に前線へ投入されたが突破は失敗に終わりその後ウーファリーズ周辺で大損害を受けたその後1945年3月には損害の回復が行えないまま春の目覚め作戦で再び東部戦線へ投入され実質的に壊滅した残存部隊は戦闘団として交代を続けオーストリアのリンツで米軍に降伏した 鉄心、P156、3月30日に、南方軍集団から解消鉄心、P158、テーラー、ベンバー、P53、ありがとうございます。